どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、楽天ペイが国税の支払いね。 対応いたしましたということで、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、今回ですね、楽天ペイが国税のね、支払いに対応いたしましたということで、いや、こちらね、非常に朗報ですね。まあ、国税の支払いっていう風になりますので、まあ、会社員やられてる方はですね、国税の支払いっていうのは、まあ、あんまりないのかな、なんていう風に思うわけなんですけども、ま私みたいにですね、個人事業主とか、法人のね、会社とか経営されて れている方はでですすねねね所得税とか、ね、確定申告のの時に、ね、支払う必要がございますので、まあ、こういった方はですね、かなりね、利用する方多いのではないのかな、なんていうふうに思いますので、一応ね、チャージルートのね、おさらいなんかもね、やっていきたいなと思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。 はい。ということで、こちらがね、楽天ペイメントのプレスリリースで12月21日に発表されました。楽天ペイ国税のスマホアプリの納付に対応ということで、楽天ペイメント株式会社はキャッシュレス決済サービス楽天ペイにおいて、2023年12月21日より国税のスマホアプリ納付に対応したことをお知らせしますということで、 今までですね、この楽天ペイっていうのは今年の何月だったかなちょっと詳細忘れてしまいましたけれども、まあ今年の初めの方にですね、楽天ペイっていうのは請求書支払いとかですね、えっと地方税とかね、まあこういったものを支払いすることができるように、 なったんですよね。ですので、私もね、2023年の固定資産税とかですね、この楽天ペイで請求書支払いで手数料をかからずしてですね、支払うことができたって言ったがちになります。で、今回ね、この楽、あの、楽天ペイでね、納税が可能になりまして、またね、手数料もかからず支払うことができるようになります。で、またですね、納付時に楽天ポイント、楽天キャッシュの使用が可能になりますということで、 こちらも利用することができるって言ったがになります。ですので楽天経済圏みたいな感じで楽天ポイント、楽天期間限定ポイントを たくさんね、あの、日々の決済を集めてね、貯められている方はですね、楽天ポイントでですね、利用することもできるっていう風になりまして、楽天キャッシュでもね、利用することができるっていう風になりますので、まあ、私の動画でね、アメックスを経由して楽天キャッシュのね、投資イ託タ購入されている方、まあ、いらっしゃると思うんですけども、まあそういう方もですね、納税もですね、利用することができるっていう風になりますので、こちらね、非常に朗報ですよね。 で、開始時期なんですけれども、2023年12月の21日よりね、こちらもう開始っていう風になっておりますんで、もうね、利用することができるって言いた形ちになります。で、そのサイトがこちらですね、スマートフォン、国際スマートフォン決済サイトということで、こちらでいいのかなあ、これスマホじゃないと見れないですね。すいません、今ちょっとね、PC で説明させていただいておりますんで、まあこちらね、クリックしていただくと、利用することができるという感じですね。で、 今までもですね、こういった形で利用することができてたわけなんですけども、今回ね、楽天ペイがこの中にですね、えー、入ったっていった形になります。で、またですね、他の決済サービスも同じだと思うんですけども、えー、こちらね、一度の納付の利用上限は30万円ですということで、まあ、こちらね、あのー、高額のね、支払いする方に関しては、まあ、手数料払って普通にね、決済していただくか、まあ、こちらね、分けて利用していただくかっていうところですね。まあ、前回ね、この、 不安定ですよ、みたいな話をね、動画内でさせていただいたんですけども、まあ普通にね、利用できる方も結構多いみたいなんで、まあそんなにあれなのかなちょっと私はね、ここまで払ったことがないので、正直ね、この体験っていうのはね、したことがないわけなんですけども、一応ね、こういった形になってるんですよね。ですので、これからはですね、楽天ペイで国税のね、支払いもすることができるっていうふうになりますんで、 非常に便利になりますし、手数料もね、かからでね、利用することができるっていう風になりますんで、楽天ポイントね、たくさん持っている方は非常にね、朗報なのではないのかな、なんていう風に思っております。それではですね、私の方でね、チャージルート、今回ね、もう一度えまとめね、させていただいたわけなんですけども、まずね、ANA のクレジットカードを利用されたい方はですね、こういったね、チャージルートになるかな、なんていう風に思います。まあ、大まかのね、チャージルートは、正直ね、 変わらない今までね、説明した部分とね、まあ変わらないわけなんですけども、iPhone ね、利用されている方で、ANA のね、マスターカードを持っている方は、このルートがね、利用することができるって言いたがちになります。すいません。一つだけね、ちょっとね。 こちらね、あの、お聞きしたい部分なんですけども、昔はこれ確かできたと思うんですけど、今ね、私、ANA のマスターカードって保有してないので、このね、マスターカードから直チャージの、わお、多分これね、できると思うんですけども、まあ、ここだけね、ちょっと確かめられてないんですけども、このね、ANA のね、マスターカードから、 えっと、直でね、アップルペイで1をもしくは7個にチャージしていただく方法ですね。で、間にね、え、aupayprepaid をかましていただくと、こちらね1、1%還元が取れるって言った値になります。こちらね、どっちのルートでもいいんですけども、aupayprepaid ね、かましていただいた方が1%還元取れるっていうふうになりますんで、上のルートだとですね、まあ、決済にはね、含まれるわけなんですけども、このね1、1%取れないっていうふうになりますんで、これはね、ちょっともったいないルートではあるんですけども、まあ、こちらね、 一月5万円までしか利用することができないっていう風になりますんで、ライフソリューションとかでね、決済額集めてる方は、まあ、こちらがね、利用するルートっていう風になりますかね。aupayprepaid はね、月5万円までしかね、利用することができないって言った形になります。で、最終的にね、オンか7個にチャージしていただいて、楽天バリアブルカードをそれぞれね、え、ー その電子マネーで買っていただいて、和音で、えー、ミニストップで支払っていただくと、こちらでね、1%還元が取れて、セブンイレブンの7個払いだと還元がね、取れないっていった味になります。で、その後はですね、今までね、説明している通りなんですが、楽天キャッシュでのね、一月投資信託5枚までね、購入することができたり、楽天ペイでね、1%還元で利用することができたり、まあ今回ですね、今までね、請求書払いで、 地方税とかね、古典資産税とか自動車税とか多分いけたと思うんですけども、まあこういったものが今までね、支払うことができてたわけなんですよね。で、今回ね、国税もね、利用することができるようになりましたということで、こちらでね、利用することができるって言った形になります。まあ、還元自体はですね、a p a y プリペイドをかまさないとですね、かなり低くなってしまうわけなんですけども、a p a y プリペイドね、かましていただければ1%取れて、ミーストップで1%ね、ミーストップ利用できる方はー取れて、またね、楽天、 a ペイでね、えー、もしね、この、今回の動画の趣旨とはちょっと変わってきてまいますけども、楽天ペイで利用できる方は、まあ3%、まあ税金の支払いだったらね、和音経由であれば、まあ2%でね、取ることができるっていうふうになりますんで、非常に強いですよね。で、次ですね、ANA ザマスターの方で、Android ユーザーの方ですね、先ほどね、この、 この部分ですね、Apple Pay って書いてあるところは iPhone でしかね、利用することができないっていう風になるんですよね。で、Android の方はこっちのルートっていう風になりまして、ANA Visa m a s ー e からキャッシュにチャージして、で、ANA Pay。で、ANA Pay から楽天 AD。で、楽天 AD から楽天キャッシュで、この楽天 AD から楽天キャッシュがね、未だに Android しかね、開通しておりませんので、 このルートは Android ユーザーの方のみね、利用することができるって言った形になります。で、還元率はここで ANA マイル1%取れて、キャッシュの0.2%で ANAPay の0.5%。で、それま、それ以降はね、還元がなくて、もしね、楽天ペイで利用すると、プラス1%ね、楽天ポイント還元が取れるっていうふうになりますんで、まあ最大ね、全部合わせると2.7%還元ぐらいまでね、上がるんですけども、まあ ANA マイルの還元率としては1.5%還元っていうふうになります。 ですんで、1.5%還元と0.2%で、キャッシュの還元が取れて、まあ、納税がね、することができるっていったになりますかね。まあ、こちらをお勧めしたいのは、やはりね、このライフソリューション狙ってる方ですよね。ダブルカウントこちらね、入ると思いますので、ANA カードを使ってカウントが入って、またね、ANA ペイ使っていただいて、ライフソリューションのカウントがね、 つ入ると思いますのでライフソリューションを狙ってる方はね非常にオススメっていただきになりますで次にですね ana ビザプラチナプレミアムね還元率1.5%のね、ana マイル還元率非常に高いね、で、まあ、年会費も7 8万8 0 0 0でしたっけ年会費も高いクレジットカードなんですけどもこのカードだとね、えー、ここで1.5パーでここで0.2パーで0.5パー取れるっていう風になりますんで ANMI の還元値はね、2%で納税がすることができるっていう感じですね。まあ楽天ページ使えばプラス1%なんでね、全部ごっちゃにすると3.2%還元とかまでね、まあ上げることができるんですけども、こちらもね、2%でね、納税ができるっていう風になりますんで、こちらも非常に強いですよね。こちらも、ここはね、 ししか開通しておりませんので、Android、ユーザーザのの方のみね利用すするることがでできるってになりますで次にですね、JAL マイルを貯めたいる方は2、2%還元でね、納税できますよということで、まあ今回ね、地方税こちらね、利用することができるっていうふうになりますんで、まともとね、この JAL のね、クレジットカードからショッピングマイルプレミアムに加入していただいて、j m b 1をチャージしていただいて、で、5と,ぜ5と15と25日の日にミニストップでね、 請求書払いしていただくと2、2%還元でね、税金払えたりするんですよね。まあこれは結構有名で知ってる方もね、多いと思うんですけども、まあ今回ですね、国税のね、話なんですけども、ショッピングマイルプレミアム加入していただいた JAL カードで JMB1 にチャージしていただいて、5と15と25の付く日に楽天バリアブルカードを購入していただいて、で、こちらで2%取りつつ、で、このね、楽天キャッシュで 納税していただくとですね、2%で国税もね、支払うことができるっていうふうになりますんで、こちらがね、あの、新しいね、ルートが開通したっていう感じですかね。まあ、今までね、請求書払いっていうふうになりましたんで、まあ、請求書、まあ、こっちらも請求書払いはね、できてたんですけども、まあ、今回国税が対応しましたんでね、JAL マイル還元率2%でね、こちら支払うことができるっていうふうになりますんで、JAL マイルをメインで貯められている方は、こちらはね、おすすめっていた味になります。 次にアメリカンエキスプレスのクレジットカードを使っている方ですね。まあ、今回ですね。まあ、こちらを利用するっていうのはですね。まあ、私みたいにですね。今、こちら私ね、このルートを使って、このね、楽天の投資インタクね、購入したりしてるんですよね。ですので、まあ、こういった感じでですね、アメックスを使って投資インタクね、購入されている方は、まあ、併用することによってですね、まあ、一緒にね、納税もできてしまうっていう風になりますんで、このね、投資インタクとかね、購入こちらのルートでやっている方はですね、 結構いいのではないのかな、なんていう風に思います。まずね、こちらは、えー、iPhone の方だけになるわけなんですけども、ここでね、アメックスの還元が0.5%を取れます。で、その後ですね、この和音でね、購入楽天バリアブルカードね、 ミニストップで購入するとに1%取れるっていうふうになりますので、まあ納税に関しては1.5%還元でね、納税することができるっていった形になります。で、このね、アメックスの場合はですね、この a u p a y p r e p a にね、経由していただくことによって、まあ0.5%ね、まあ取れるわけなんですけども、まあこちらね、額が大きいと、これでね、一月5万円までしか利用することができないので、まあその後はね、直チャージになってね、こちら還元がなくなるわけなんですけども、まあこういった感じでね、 利用するることができっって言った味になります、まあ、私もね、このルートでずっとね、やっているっていうふうになりますんで、まあ来年以降もね、このルートでね、投資信託ね、やっていこうかな、なんていうふうに思っておりますので、まあ今後はね、このルートで、ね、利用して、まあ5万円超えるものはね、直チャージでやって、で、それでね、納税とかね、していきたいな、なんていうふうに思いますかね。まあ、このルートのね、いいところは、まあ手数料かからないんでね、税金が支払えるのと、まあ私の場合はね、 こっちやっておりますので、まあ一緒にね、あの利用することができるっていう風になりますんで、まあ決済修行とかもね、まあ利用しやすいのかなっていうところですかね。それではね、次に Android ユーザーの場合ですね。先ほどね、こちらは、 ま、このルートとね、一緒になるわけなんですけども、ま、これがね、アメックスに変わった感じですね。で、アメックスの場合だと、ま、還元はね、0.5になりますので、ま、還元率自体はね、低いんですけども、ま、決済収容とかね、利用されている方は、ま、こちらのルートね、組んでいただくと、手数料無料でね、支払うことができるって言ったになります。ま、このね、楽天エディ自体がですね、タジー上限ね、5万円までっていうふうになっておりますんで、ま、これで全部やるのはね、結構大変なのかな、なんていうふうに思うんですけども、 ルートとしては、まあ、あるっていうふうになりますんで、android ユーザーの方はですね、こちらね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。で、今回ね、えっ、ー、と、楽天ペイでですね、この国税がね、支払えるようになったわけなんですけども、このね、アメックスのね、プロパカードを持っているか方に関しては、まあ、今後もですね、amazon ギフト券チャージしていただいて、amazon ギフトでね、支払っていただくのが、 まあいいのではないのかな、なんていうふうに思います。まあ私みたいにですね、まあ私、アメックスビジネスゴールドとか持ってるんですけども、まあ私はね、あの楽天の投資信託でね、あのアメックス経由で購入しておりますんで、私はね、楽天の方でやっていこうかな、なんていうふうに思うんですけども、このね、アメックスのプロパカードっていうのはですね、メンバーシップリワードプラスっていうね、えー、こちら有料プログラムにね、加盟すると、 え、3300円年間かかるんですよね。で、プラチナカードはね、このメンバーシップリワードプラスね、費用免除なんですけども、こちらに加入していただいて、ボーナスポイントアッププログラムにね、登録していただくと、こちらね、登録はいるんですけども、無料で利用することができるんですよね。で、こちらに登録すると、このね、amazon ヤフーショッピング、ヤフーオーク、えー、 アップルストアとかね、ウーバーイッツ、ヨドバシ、HIS1 級で、JAL とかですね、ここら辺の決済額ね、3%還元になるんですよね。ですので、アマギフもね、3%還元っていう風になりますんで、今までもそうですけども、このアマギフっていうのもですね、納税でね、アマゾン a イで利用することができるっていう風になりますんで、まあ、こちらね、あの3%還元でね、このプロパカードに関しては、アマギフでね、納税できる。またね、あの手数料もね、かからないっていう風に になりますんでプロパカードに関してはまあこっちの方がいいですかねまあ通常のねヒルとアメックスはマリオトアメックスもねこのアマゾンギフト券のチャージっていうのはポイント還元ね下がったり致しませんのでこういった感じのねルート組んでえ当信託とかね利用していてまあ、こっちに集めてる方がね楽だっていう方はまあこっちで利用するのはねまあいいのではないのかななんていう風うに思いますのでまあこちらねお好みになると思うんですけどもまあ、こういった感じでね利用していただければなと思います。 ということで、今回ですね、楽天ペイがですね、とうとうね、国税の支払いにね対応いたしましたということで、解説ね、させていただいたわけなんですけども、いやね、楽天のポイントね、持っている方はですね、かなりね、朗報なのではないのかな、なんていうふうに思いますので、ぜひね、こちらもね、開始になっているっていうふうになりますんで、ぜひね、覚えておいていただければな、と思います。ということで、今回の方ね、この感じで終わりたいなと思います。この動画役くに立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、ライン公式アカウントやってる ますのでぜひ、ね、チェックしてあげるととても嬉しいですそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ